皆さんこんにちは。英語英会話1日1言の井村です。今日は9698をやりましょう。9698は Would you like to try it on? というセンテンスでした。これはどういう意味でしょう。では答えです。答えは着てみますかとか試着してみますかという質問です。 OK、こちらはですね、ミクシーの、アンケートというか、一応アンケートを取って、どういう表現を知りたいですかという中で出てきたものです。で、本来はその質問自体は、試着できますので、どうぞ言ってくださいというようなセンテンスだったと思うんですけども、英語だとですね、まあ、分かりきっていることなので、あまり言いません。試着できて当然なので、わざわざ、分かりきったことは言わないで、例えば、着てみますかとか、または、着るときは言ってくださいとか、そういう一言の方が自然です。OK? なので、例えばですけど、試着できるので、言って、試着できますので、みたいなこと言うと、いや、試着、それはそうでしょみたいな感じになります。OK? なので、感覚として少し、日本のお店とは違うので、なるべく直接言ってください。OK?で、例えば、そうですね。例えば、これだけで大丈夫です。OK? 発音やりましょう。これは、二息で言ってください。Would you like to try it on?Would you like to try it on?OK? なので、単語7つじゃなくて、単語2つです。この表現は単語2つだと思ってください。OK? Well,もう一回言いましょう。もう一回発音するので、繰り返して言ってください。Would you like to?Try it on. OK? ぜひ覚えておいてください。使う方は覚えておいてください。OK? それ使わない方も海外行ったら言われるかもしれないので、ちゃんと覚えておいてください。OK? 何でもかんでも覚える必要ないんですけども、自分には関係ないからって言って、覚えないのは、それはそれでおかしいです。なぜかというと、いつか言われるかもしれないですよね。だったら覚えておいた方がいいです。頭の片隅でもいいので、置いておいてください。Okay, well, thank you very much, and I hope to see you in the next video. See you later. Bye.